ああ、負けなければおのずと勝ちになるの意味は。まあ、その負けなければおのずと勝ちになるみたいなのが自分の、まあ、座右の銘みたいなとこあるんですけど、まあ、これ、座右の銘っていうか自分で勝手に作ったんですけど、株をやってる人って、勝つことばっかり考えてるんですね。勝つことしか考えてなかったりするんですね、やっぱり。で、負けること考えてないんですよ。やっぱりこの株上がると思って当然買うじゃないですか。だから負けること考えずに、やっぱりやりがちで、ただ、そうなるから負けた時に損切りできなくなるんですよね。下がった時にどうするかを考えてない、勝つこと、つまり上がることを考えて勝ってるから、下がった時にどうするかを考えてないから損切り遅れて、その時考えるから手が止まってしまったり、固まっちゃったりするんですね。で、その価値を増やす作業っていうのと、負けを減らす作業っていうのは、どちらも同じなんですよ。プラスにするっていう。価値につなげるっていう点では、マイナスを減らすこともすごい大事なんで、で、マイナスの要素を全部取っ払っていけば、おのずとプラスのやつしか残らなくなるので、なので、常にマイナスのことを、僕はマイナスを減らすことを、どうやったらマイナスにならないかとか、どうやったらリスクが少ないかとか、そういうところのばっかりを見ていって、で、そこを消していったら、価値だけが残ったみたいな、価値だけが残るよみたいな感じです。なので、買うときに、上がるだろうと当然買うじゃないですか。ただ、万一下がったらどうしようっていうのを常に考えて、買う前から考えておく。そうすることによって、下がった時に、冷静に対処できるとか。そういうふうに負けることを常に考えて、負けを潰していった方が、実は勝ちには近いんじゃないかっていう考え方です。今の話だと、損切り決めてからエントリーしてる感じですかね。そうですね。損切りを決めるというか、リスクとリターンを考えて、リターンが大きいと思った時に入るわけなんで、なので、おのずと、損切りのラインというか、リスクなんで、どれぐらい、最大どれぐらい損するだろうみたいなのを考えて入るんで、おのずと、損切りの場所も決まってるってことじゃないでしょうか。